ヘリエキスポ2009で展示された RR500 ロールスロイス RR500 はロールスロイスノースアメリカによって開発された小型のカスタービンエンジンのシリーズである RR500TP は小型の航空機で使用されるターボプロップ仕様の派生機種である RR500TS は小型ヘリコプター用に設計されたターボシャフト仕様の派生機種である RR500 は ロールスロイス RR300 ターボシャフトの大型版で出力を高めるためにエンジンのコアを大型化した。補給を伴うエンジンの基本重量は250ポンドである。離陸時の出力は約 500SHP で、巡航時の出力は 380SHP である。全機種であるアリソン250と同様に全てのタービンエンジンは航空用ガソリンではなく、 ジェット燃料を使用する。同様に、タービンエンジンの整備費用が高いことを差し引いても、同規模の出力のレシプロエンジンよりも、整備頻度が少ないとされた。ターボシャフト仕様の RR500TS も、同様に開発中である。一般的特性構成要素性能出展、ロールズ・ロイス。ありがとうございます。